こんにちは、水彩スケッチの五十嵐です。今回は奈良東大寺の二月堂をスケッチします。この 0.3 ミリ耐水性サインペンの線でスケッチして色を塗っていきます。どうぞ最後までご覧ください。東大寺二月堂の裏参道です。土塀に囲まれた石畳の坂道がとても美しいです。今回も F4 サイズのスケッチブックを使用します。この F4 サイズは携帯に便利で、額装すると見栄えするとても使い勝手の良い大きさです。最初に 2B の鉛筆で大体の形や位置を決めるあたりを取っていきます。次に 0.3 ミリの耐水性サインペンで全体の輪郭線を下書きの線として描いていきます。屋根の下の暗いところや石段など線の強いところは筆圧を強く、樹木など輪郭線のはっきりしないところは筆圧を弱く描くのがコツです。石畳の階段はこのスケッチ画のアクセントになりますので、特に強調して描くのがポイントです。奥の階段は筆圧を弱くして描いていきます。二月堂の屋根の下は暗いのでペンで塗りつぶすように描きます。手前の石段は丁寧にペンの線を効かせて描きます。練り消しで鉛筆の線をきれいに消していきます。そして 0.8 ミリの耐水性サインペンでさらに強調したいところを書いていきます。
二月堂の屋根は筆で線を描きますので、鉛筆で当たりを取っておきます。はい、これでペンスケッチは終了です。これから色を塗っていきます。最初に樹木から塗っていきます。樹木は明るい色から塗っていきます。そして徐々に暗い部分を塗っていき、立体感を出していきます。いつも色塗りはこの熊取り筆一本で描いていきます。筆のタッチで樹木の葉の部分を表現していきます。土塀は質感を出すためにムラのある塗り方をしていきます。苔むしたところは土塀が乾かないうちににじみぼかし効果を狙って塗っていきます。瓦が埋め込まれた土塀は色塗りでも強調していきます。手前の階段はこの絵のアクセントとなりますので、水を少なめに濃い色で塗っていきます。奥の階段は筆の穂先を細くして塗っていきます。階段のステップのところを白く残していくのがコツです。塀の下の石のところもわざとムラのある塗り方をしていきます。時にはティッシュを使ってムラ感を出していきます。樹木は光の方向を意識して暗いところを塗っていきます。右から光が当たってますので左側を濃くしていきます。土塀の質感を出すために重ね塗りをしていきます。この時もムラのある塗り方をしていきます。
石畳に落ちている落ち葉は細かく描かずに色を塗って表現をしていきます。いよいよ影色を入れていきます。二月堂の屋根の下の暗い部分を塗っていきます。土塀のように黄色系はブルー系の影色を塗ると濁ってしまうので、茶系など固有色を濃くすることによって影の表現をしていきます。屋根の瓦の縦の線を描くときに、このようにスケッチブックを動かして描くと描きやすいです。光の当たっている部分を表現するために白地を残して縦線を引いていきます。今度は石畳の影を描いていきます。塀の部分と塀の上からの樹木の部分の影を描いていきます。樹木の影は葉っぱの間からちらちら光が漏れるように塗っていくのがコツです。最後に空を塗っていきます。最後に全体の調子を整えていきます。はい、完成です。ペンの線を生かして二月堂裏参道をスケッチしました。これからもさまざまなスケッチをお見せしたいと思います。よろしければいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。